どうも、じゅんです。今日はですね、最近よく動画に上げてます、こちらファントム4の保険とか、あと、ま、ちょっと前にも動画で上げましたけど、法律関係の話をもう一回やりたいなと思います。保険も最近結構充実してきてるみたいですので、これからあのファントムシリーズとかドローン飛ばそうかなっていう考えてる方とか、飛ばす場所ないんじゃないかって思ってる方とか、ぜひねこの動画見ていただければ、なんとなく飛ばせそうだなとか、買ってもいいかなとか、ちょっと高いですけどね、値段は別として意外と使えるんじゃないかなと思ったりするんじゃないかなと思って、ちょっとねお話ししてみたいなと思います。まずね、こちらファントム4に関してなんですが、この DJI のファントム4 DJI 無償付帯保険っていうのが実は1年間、ついてきます。ファントム4を新品でもちろん購入した方になるんですが、1年間ですね、車でいう自賠責保険みたいなもの、こちらが最初から1年間ついてきます。一応保証の対象者が、表現活動もしくは事業活動などで利用される方っていう風に書いてあります。まあ要は個人で空撮する方でも、まあ、OK ってことなんだと思いますね。プロアマチュア問いませんっていう風に書いてありますの でご家族以外の第三者に操縦される方、あと撮影した映像を公開する方、まあ、こういう方も対象になるみたいな。一応1事故につき、対人1億円、対物5000万で、1事故につきの免責金額が5万円です。これが一応無償で1年間ついてくる保険の内容になります。まあ、詳細はですね、 DJI 保険のホームページ、あの概要欄に URL 載せておきますので、そちらを見ていただければいいと思うんですが、1年間無料なんですけど、2年目以降更新料というか保険代がかかります。それがですね、プランがいくつかあって、同じ対人1億円の対物5000万というプランであれば、確かに1万いくらかな、ちょっと詳細はあのホームページご覧ください。1万いくらかだったんですよね。マックス7億円の保証だと2万いくらかなんですよ、年間ね。なんでそんなに高くはないです。最低でも対人1億円対物5000円のものにですね、1年だったらまた改めて入り直した方がいいんじゃないかなと思います。何があるかわかんないですかね。これ結構 1.3 キロあるんで、これが起こってきた頭に当たったらもう結構な事故になっちゃいますから、そういう意味も含めてですね、保険に入っておいた方がいいんじゃないかなと思います。あと空撮される方で、許可を得ての撮影にもちろんなると思うんですが、重要文化財とか、ちょっと高そうなお宅の上で撮影とか、まあ、もちろん許可を取ってね、した場合、万が一そこで操作ミスとか、機体の故障で墜落させてしまった場合、1億円、対物5000万か、当時、多分全然足りないレベルだと思うんですよね。そこはね、億単位、そういうね、空撮をされる方は億単位の保険に入っておいた方がいいんじゃないかなと思います。無償保険だと1億円の5000万円の設定しかないので、それ以上の保険求められる方は、有償で入る形になると思います。それ以外にですね、このファントム4に関して、機体保険っていうのもあります。DJI の。車でいう車両保険ですね。機体を飛ばしてて墜落させてしまった場合とか、急な雨に降られてしまった場合とか、そういった保険だったかな。で、機体に損傷させてしまった場合、免責金額とかもちろんあるんですけれども、機体保険っていうのが、DJI 保険として出てます。エアロサービスさんっていうのが代理店になって、三井住友だったかな。三井住友海上が一応保険会社ということで、代理店として、エアロエントリーか。ごめんなさい。エアロエントリー株式会社っていうところが代理店になってます。そこで入ることによって、こちら機体、保証してくれることができますので、ぜひそちらも入ってもらった方がいいんじゃないかなと思います。一応保険金お支払いの主な場合ということで、墜落や空中での他物との衝突、落雷など偶然な事故によってドローンを墜落させてしまった場合、まあドローンに生じた損害についてですね、保険金を支払いしますというふうになってます。まあドローンを操作中に、突風に煽られたりとか、コントロール、不良になって墜落させてしまった場合とか、で修理費用が必要となった場合、もしくは買い替え必要になった場合とか、そういうのもね保険適用になるみたいですね。まあそれ以外にも詳細は詳しくはホームページこちらまた、こちら見ていただければ、詳しく載ってますので、ぜひぜひ見ていただいて、で保険料もいろいろあるんですけど、このプランがね3種類あるんですよ。で一応一番安いプランだと年間これも1万2000円ぐらいかな、1年間で。今から入るとちょっと月割で入る形になるんで、4月10日に入ると計算すると9000いくらかだったかな。そんな高くないんですよ、この機体保険。免責金額ももちろんあるんですけど、もう入っといた方が損しないと思います。18万9000円しますからね、これね。それ以外にもファントム4以外にも、確かに DJI のこのファントム4についてる送信機と同じもので飛ばしてるドローンに関しては、保証の対象になるって確か書いてありましたので、こちらまあホームページ見ていただければ、詳しく載ってますので、ぜひぜひ見ていただければと思います。はい、こんな感じで保険に関してはですね、かなり自動車保険みたいに充実してきましたので、万が一のためにも今はね保険入っておいた方が安心ですし、飛ばしやすくもなるのかなって
って思います。で次はですね、法律に関してなんですけど、これ前回の動画は上げてますんでちょっと簡単にお話ししたいなと思います。一応国土交通省の方で決まった内容としては、まず第三者の人間もしくは物件ですねから30メートル離した位置で飛行しなきゃいけない、要は30メートル以内で飛行させちゃいけませんよと。だから第三者の人を撮影してる時にその、まあ、被写体に近づいちゃったりとか、建物とか撮影する時に30メートル以内に入ってしまった場合は基本的にはダメです。それ以外に、高度は150メートル以下で飛ばさなきゃいけない、150メートル未満だったかな。あとは日中ですね、日の出から日没までっていう風になってます。日の出日没もちょっと微妙かもしれませんけど、ネットであの日の出日入りの時間出てますので、それを見てその時間内に飛ばすということですね。あとは目視できる範囲で飛ばさなきゃいけないっていう決まりもあります。ファントム4の場合かなり遠くまで飛ばすことができるんですけど、ぶっちゃけ1キロぐらいまで行っちゃうともう本当に豆粒ぐらいです。光に反射してなんとか見えるかなとか、双眼鏡を使わないと見えないかなとか、双眼鏡を使っちゃうと目視にならないんでこれダメなんですよね。で iPad 見ながらの操作も本来はダメです。基本的にはそういう場合は国土交通省に申請が必要となります。まあ、あとは当たり前ですけど縁日とかの上で飛ばしちゃったりとか、爆発物を積載して飛ばしたりとか、物を投下したりとか、これも罰です。まあ、当たり前ですけどね。でそれ以外にも各自治体、各都道府県で決まっている条例とかもありますから、東京都内はかなり厳しいです。ほとんど飛ばすことできないって考えてもいいんじゃないですかね。飛ばせるようになっている場所も国土交通省に申請を出して飛ばせる許可を得て、まあ、関戸さんの飛行場とかもそうなんですけど、許可を得て飛ばしているところになるんで、詳しくはですね、DJI とか、もしくは自分前の動画であげましたけど、飛行禁止マップみたいのが DJI とかその他のサイトでも出てるんですよ。ここは飛ばしちゃいけませんよ、飛ばしいですよみたいな区別がマップでわかるようになってますので、そちらを見ていただいて、そのマップで飛ばしていい場所で必ず飛ばすようにしてください。ダメなとこ結構多いんで、都内はねもう真っ赤です。ほとんど真っ赤。埼玉はね結構河川とか、まあ、山沿い山の方に行けばちょっと飛ばせる地域も多かったりとかで、神奈川県は都道府県の条例がまだ詳しく決まってませんので、飛ばしていい場所がまあ結構多かったりとか、そういうのもありますので、そういうサイトもですね、ちょっと URL いくつか概要欄に載せておきますので、そちらを見ていただいて、あ、自分の住んでるとこは結構飛ばせるとこあるなとか、全然飛ばせないなって思う方もいらっしゃると思いますので、飛行禁止マップぜひぜひ参考にしていただければと思います。先ほどもちょいちょい言いましたけど、国土交通省に申請を出すことによって、高度150メートル以上だったり第三者の人もしくは物件30メートル以内で飛ばすことも可能になります。許可が下りればですけどね。例えばですけど、仕事でドローンを使って建物を点検とかする場合、絶対30メートル以内に近づかないと分かんないじゃないですか。屋根の上を点検するとか、普段足場組まなきゃ見れないとことか、ね、二連はしごとか立てないと上がれないんだけど、はしごが立てるスペースがないとか、どうしても点検しづらい場所っていうのはあると思うんですよ。写真撮ってお客さんだったりオーナーさんに説明しなきゃいけないんですけど、写真撮ることすらできない、そういう時っていうのはドローンがかなりね活躍すると思います。まあ、実際許可を下りても飛ばすにはね、各近隣にちょっと挨拶したりして了承を得る必要もあるとは思うんですが、国土交通省にね申請出せば一応法律上は OK になるということで、厳しく決まったけどある意味申請を出せば、まあ、飛ばすことができる、安心して飛ばすことができるっていうのもありますので、そのね申請に関しても国土交通省のホームページ見れば載っておりますので、仕事でね考えてる方とかも諦めずにですね、ドローンを検討していただければいいんじゃないかなと思います。もちろん安全第一に、昔あったちょっとねドローン事件とかそんなことにならないようにですね、十分気をつけながら飛ばしていただく必要はありますが、そんなにドローンダメだドローンダメだっていうねちょっと固くなに言うのもどうかなってちょっと最近思っております。周りの目はちょっと厳しいですけどね、ドローン飛ばしてるよあの人みたいなちょっと思われたりもするんで、なかなか人がいっぱいいたらやっぱり飛ばすのは良くないんで飛ばさないですけど、ちょっと飛ばしてるとねなんかおじさんとか見に来るんですよね、これドローンでしょみたいな感じで、それもねちょっとあおじさん来ちゃったなとか思ったりもするんですけど、まあいろんな法律だったり保険だったり申請だったり、いろんなねドローンに関して情報今どんどん、新しく出てきてますので、そちらを見ながらぜひドローンの購入もしくはドローンで遊ぶ、点検とかで使う検討していただければいいんじゃないかなと思います。ちょっと周りでもファントム購入したっていうちょっと仕事関係のお知り合いの方とかが、ね、YouTube 見ていただいてるんですけど、なんか買いましたって LINE が来たりですとか、他にもファントムご検討されてる方とか知り合いにちょいちょいいまして、こういう動画をちょっとね上げさせていただきました。ぜひねちょっとしか参考にならないかもしれませんが、購入の決め手一つのね材料にしていただければいいんじゃないかなと思います。
ちょっと長くなってしまいましたが、こんな感じで今日はね、ファントム関係のお話をさせていただきました。それ以外にですね、普段はあのファントムで飛ばした映像だったりとか、パソコン関係はあんまやってないけど、パソコン関係だったり、カメラ関係、あと車関係ですね、車載動画とかそういうのもやってますので、ちょっとでも気になればチャンネル登録していただければありがたく思います。下の方からチャンネル登録できると思いますので、パソコンの方はこの後のエンドカードの方から直接クリックすればチャンネル登録できるページに飛ぶようになっておりますので、ぜひぜひお願いいたします。またね、ツイッターの方も YouTube 用のツイッターアカウントを開設しましたので、よろしければフォローお願いできればなと思います。あとコメントと高評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。ちょっとこの辺うずさんのパクリなんですけど、よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっとここ何日かファントム飛ばしてないんですけど、1年間の無料保険、あの自賠責保険みたいなやつ、1年間無料でついてるやつは比較的すぐあの保険証来ますんで安心して飛ばせるんですけど、機体保険の方もうお金も払って保険機関に入ってるんですけど、なかなかそっちだから、ね、保険証来ないんですよね。実際保険聞いてるのかどうかちょっと不安なとこはあるんですけど、一応メールであのいつから効力開始ですよっていうのは来てますんで大丈夫だと思うんですけどね。あの買ったらすぐ、まずすぐですよ、あの1年間の無料保険はもうすぐ登録してください。登録した翌日から適用になりますから、これ注意してくださいね。であと機体保険もですね、お金を振り込んだ翌日からに確かなると思います。営業日だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、だすぐお金振り込んだからすぐ適用になるよってわけじゃないんで、これもちょっと気をつけていただいて、保険関係が整ってから、ね、購入したらすぐ飛ばしたい気持ちはわかるんですけど、保険整ってから飛ばしていただければいいんじゃないかなと思います。